ベンジャミン・ヘラーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキー出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。2013年の MLB ドラフト22巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、マホーニングバレースクラッパーズで、プロデビュー。21試合に登板して1勝3敗にセーブ。 防御率3.13、39奪三振を記録した。2014年は A 級レイクカウンティキャプテンズと A 級カロライナマドキャッツでプレーし、2球団合計で45試合に登板して5勝1敗、5セーブ、防御率2.38、81奪三振を記録した。2015年は A 級リンチバーグヒルキャッツと AA 級アクロンラバーダックスでプレーし、 2球団合計で41試合に登板して0勝2敗12、セーブ、防御率4.02、58奪三振を記録した。2016年、インディアンス参加では、AA 級、アクロンとトリプル A 級、コロンバスクリッパーズでプレーした。2016年7月31日に、アンドリュー・ミラーとのトレードで、クリント・フレイジャー、ジャスティス・シェフィールド、 JP ファイアライゼンと共にニューヨークヤンキースへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で49試合に、登板して3勝3敗13セーブ、防御率1.69、55奪三振を記録した。8月23日には、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、26日の、 ボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して1勝0敗、防御率6.43、6奪三振を記録した。2017年は9試合に登板して1勝0敗、防御率0.82、9奪三振を記録した。2018年はトミー・ジョン手術を受けたため、全休した。2021年2月10日にディフェとなり、 12日に自由契約となった。2021年2月20日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。